日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。はい、というわけで本日はこちら、業務スーパーで見つけたまた新しいバナナチップのレーズンかりんとう、つまり果物系のお菓子を食べたいと思います。特にバナナチップ、やっぱりバナナ好きなので楽しみですね。中身はどうなっているのかな。あんまりバナナの甘そうな香りはしないですね。ちょっと音こぼすと嫌なので1枚だけ。はい、見えますかよね。それではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。ザクザクカリカリという音と中から歯広がってくる甘さや甘酸っぱさが美味しくはあるんですけど、一方でちょっと足りないかなって思う部分もありますね。まあ何が足りないのかといえば、明らかにあれなんですよね。せっかくフルーツ入ってるのに惜しいな、残念だなって思う部分があるのは正直どうかなと。まあカリカリサクサクという音は本当心地よくはあるので、音を楽しみたい方向けのお菓子と言えるかもしれませんね。これは詳細のレビューはこの後すぐに行いますよ。で、まだ時間あるじゃん。ただな、レーズンの甘酸っぱさやバナナの甘さは確かに美味しい、感じられるんだけど、もっと感じたいなと思うので生で食べるのが一番なのかな。これはごちそうさまでした。最初に食べたバナナチップは結構カリカリ食感と油の味が強く、バナナの優しい甘さがちょっとどっかに行ってしまっているのは残念でした。まあカリカリでも美味しくはあるんですけど、バナナの味を求めて食べると違うかなと思いました。で、一方のレーズンかりんとうはサクサクとした結構大きめのかりんとうの中に入っている甘酸っぱいレーズンが口の中でじゅわっと広がってきて、時にいい感じにあっちからこっちからこう変化をもたらしてくれるので、とっても美味しくて食べやすいもの。結構かりんとうなんでこってりはするんですけど、ところどころいい感じにレーズンの甘酸っぱさかぎりさっぱりさせてくれるような味わいですね。なので今日はそのレーズンかりんとうの方が味に変化があって、なおかつレーズンの味もしっかり感じられて美味しかったので、代表として4点とさせていただきます。それ寒中水泳人形出すかな終わりまで、いや身代わりにしちゃダメだろ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか。チャンネル登録コメント高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。